大学2023年の問題を説明します。タンジェント12分の π を求めなさい。12分の π というのは4分の π、ということで6分の π が、タンジェント12分の π というのは、これを加法で使うと、タンジェント4分の π、マイナスタンジェントの6分の π ですね。で、これが足せば、タンジェント4分の π と、タンジェントの6分の π。これは1√3分の1が、1√3分の1で、こちら1+1の√3分の1。それで、これで整理していくと、2√3。そうですね。次には、これこれに対して x は、これこれを示しなさいと。これは fx というかな。fx と x マイナス3と。x+3分の3乗x と言うな。これ x+x 求めるところは1かな。−5sin(x)√1で、tan√1×cos(x)√1な。で、これは x+x をね、これ整理していくとどうなるかというと、1+3√1。1+tan√1×cos(x)√1の、これが1+tan√1×cos(x)√1な。これはね、計算すると tan√4×な。これは40が正やね。だから fx はね、これは単調動画していくので、0、一番小さいのは0。これ f っていうのは0やな。0やから fx は、0以上ということなんで、これ fx は tan√x−3分の3乗x よりも大きいということになりますね。はい、終わります。